なチャレンジャー。どん底弱気をパンチ、どんちを利かせてスライド。ここがの成虫？こんなジャングルの中にあったんだ。これが車コケ。初めて見たコケ。タイヤが4つもついてる。チーターすげえ。中は機械でいっぱいだ。これなんなの？あの人たちですよ、の成虫のサッカー部。こんなのに負けられるかよ。観客がいっぱいだ。本当にフットボールフロンティアが始まるんだな。燃えてきた。応援に来てくれた人のためにも頑張ろうぜ。で全部のせ中の応援だろ。ずる。俺たち弱小サッカー部の応援なんかいるわけ。いるんだよ。ほらライモンジューサク兄ちゃん応援に来たよ。俺トイレ行ってくれ。もうすぐ試合が始まるって。いよいよフットボールフロンティア地区予選1回戦、大門中学対能勢中学の試合が始まります。どうか稲妻落としをやらなくて済みますように。さあ大門中のボールでキックオフです。稲妻11行くぞ。タザン先生がこの試合に勝ったらおやつ食べ放題だってさ。みんなやるこけ。アウェイとなるこのジャングルのようなフィールドでライモン中はどう戦うのでしょうか。能勢中の実力見せてもらうか。ゴエンジゴール前にボールが上がった。ゴエンジファイヤートルネードと対戦。能勢中キャプテン鳥居も飛んだ。なんというジャンプ力。高さじゃ負けないコケ。今度は能勢中の攻撃だ。水前寺にボールが渡った。出た水前寺の高速ドリブル。まさに汗のチーターを思わせる速さだ。来いはっセンタリングか。大足を大きく飛び越えた。こんなるキック。何さすが熱血パンチ。遠藤熱血パンチでかろうじて防いだ。しかし恐るべき能勢中の個人技。雷門中誰一人ついていけない。あれだけ特訓したのにこんなに差があるなんて。再び雷門中の攻撃だ。能勢中チェックも早い。ゴエンジ囲まれた。隙がない。ゴエンジ空中戦でかなわねえならこいつはどうだ。ドラゴンクラッシュ。獅子をボールごと染岡を吹き飛ばした。なんというパワーだ染岡。おっと染岡動けない。大丈夫か。足首をひねってる。試合は無理だわ。選手交代しかないか。ドモン君、君にチャンスを譲ってやるよ。決してビビってるわけではないからね。チャンスね。来問中、染岡に代わってドモンが入りました。ドモンはディフェンスに、そしてなんと染岡の代わりに壁山がフォワードの位置に上がっています。ちょっと待ってくださいっすよ。俺がフォワードってドラゴントルネードが使えない今、頼みの綱は稲妻落としだけだ。能勢中ディフェンダー鳥居、獅子王の空と陸のシュート封じは完璧だ。果たしてどう攻略するのか。大足のスローインで試合再開。亀ドリブル、立ちはだかったのはドモンだ。しゃあ一丁やりますか。キラースライド。やるじゃんあいつ。なんとドモンボールを奪った。あれは帝国のディフェンス技。これでも帝国学園サッカー部出身だぜ俺。お手並み拝見。ゴール前にボールが上がった。行くぞ亀山。はいこれにゴエンジと亀山が反応。おっと鳥が来た。ゴエンジを軽々と飛び越えた。だがその高さも2段ジャンプで越えられる。亀山コキサグナ兄ちゃんかっこ悪い。やっぱり俺にはできないっす。野生の本能が爆発。恐るべき身体能力からの個人技に来門中はボールに触れることもできない。来門中せっかくマイボールにしても高円寺と壁山の攻撃ミスですぐに能勢中ボールになってしまう。能勢中シュートの雨あられ。負けじと渾身のセーフだがスニークシャッター。ここで前半終了。両チーム無得点だが試合を支配しているのは能勢中。疲労困憊の来門中に果たして反撃の手段はあるのか。やったなみんな。変だ。何言ってんだコテンパンじゃないか。でも同点だぜ。あんなすごい連中相手にだ。後半も俺は絶対ゴールを終わらせない。そして2人の稲妻落として点を取って勝つんだ。俺をディフェンスに戻してください壁山。ダメなら交代させてください。俺には稲妻落としはできないっす。これ以上ボールを上げてもらったって。いやディフェンスには戻さないし交代もさせない。俺はお前とゴーエンジにボールを出し続ける。高いのが怖いって言いながらお前あんなに努力してたじゃないか。精一杯やった努力は無駄にはならないよ。きっと実を結ぶさ。だから何度でもお前のところへボールを上げ続ける。いいな。でも俺は兄ちゃん。さあエンドチェンジして能勢中のキックオフで後半戦開始。ボールは水前寺にパスされ高速ドリブルだ。松野が立ちはだかる。おっとここでバックパス。右サイドヘビ丸が上がっている。スニークシャッター熱血パンチ。痛くなんかない。ゴーエンジ壁山何度上げてもらっても壁山俺には無理。またもボールは能勢中に当たってしまった。ターボキック。じゃあこんなのだーい。させるかって変動くん。バラしてそこまで。遠藤ばかりに耐えるわけにはいかない。はい。さあ、能勢衆のコーナーキック、蹴るのは大足だ。一人がダメなら二人でダメなら三人で守る。くそ。複数でプレスをかき始めた。これでは能勢衆もパスを回すしかない。いわゆるゾーンプレスですね。確かに有効な戦術だが、相手以上に動き回るからどんどんスタミナを使っちまう。前半でかなり体力を消耗してんのに、やっぱあいつの頑張りがみんなを。すげえぞみんな。でも俺は。目を開けろ亀山。みんな疲れてるのに。キャプテンはあの手でシュートの痛みに耐えてる。誰も諦めようとしない。なぜそこまで。信じているからだ。俺たちが点を取ってくれるって本気でな。目を閉じるってことは恐怖から逃げるだけじゃない。あいつらの信頼を裏切るってことだ。水前寺、激しいチャージで突破。ゴリエのパス、そして来い。みんなが必死になって防いでくれたボール、絶対に取る。ゴッドハンド。俺を信じて繋いだボール、これだけは、みんなを裏切ることだけは。諦めるな。できないって悩むより、どうしたらできるようになるかを考えるんだ。俺にできること。ねえこれってこけ。そうか、下を見なきゃ怖くない。これが俺の稲妻王たち。中のゴールをこじ開けた。イコエンジと亀山による新しい必殺技だ。来門中1点先制。そしてここで試合終了。フットボールフロンティア地区予選1回戦を突破したのは来門中だ。まさか原とはな。誰にも真似できないお前だけの稲妻落とし。アイスやったな亀山。みんなのおかげっす。え？サッカーなんかにそこまで情熱をかけるなんてバカね。バカってなんだよ。